ヘリー土屋の車の話。こんにちは。土屋さん、あれ新型。これですよ。いや、あれですね。これですね。開発の方ですね。はい、担当有坂さんです。よろしくお願いいたします。本日はようこそお越しいただきまして、開発責任者の有坂でございます。よろしくお願いします。いい雲できましたね、ステップワン。ありがとうございます。ちょっと説明してください。今回はですね、もともとのコンセプトであります安心と自由、それとちょっとそれに対しましてスポーティーさを特化させた、そういったモデルをコンセプトとして作っております。なのでタイヤと底も変更させておりまして、あとはちょっとルーフの方にラッピング、これもかけております。ただし室内に関しましては従来のモデルと一切変えておりません。あ、そうなんですか。じゃあそしたら中ご覧いただいて、ちょっと叩いていただいて。はい、本格的に使います。室内におきましてはこの辺りはもう完全に YouTube ジャパンプレミアで提示したものと同じなんですが、この車もう一個グレード上のやつでございまして、ここにスウェードを施しておりまして、シートの座面も全部スウェードとなっております。その辺で高級感を増していると。確かに。でこちらのスパーダと同じ仕様なんですけれども、やはりそれでシートの表皮につきましてはやはりスウェードを使っているというような形になっております。オットマンとのこれ上がるとスパーダ全然違うんですけど、はい、あー、いいですね。足疲れない。なんかちょっとね、ファーストクラスみたいですよね。本当だ。自然な形で使っていただければなというふうに思っております。これすぐ寝ちゃいますね。寝れます。ねえ、ですよね。今回、最近のホンダ車ってすごくシンプルになってる気がするんですよ。はい、いや、気持ちいい。他メーカーですとね、まだまだそれこそフロントがね、コアモーターの車が多いんですけども、はい、なんか最近ホンダ変わってきましたよね。でもね、皆さんにそれ言っていただけるんですけれども、今回もこのような流れになりましたが、実はですね、私があまりそのコアモーターの車ちょっと好きじゃない、好きじゃないというのがあったところに、やはり会社の流れがちょうど相マッチして、それでこのような形のデザインをなっております。なんかでもあれですよね、なんか新しい時代はこちらの方に来てますよね。もう確実に進化。私はその兆しがあると思ってるわけですね。まさに現在の冷蔵庫とか家電も昔と全然違うものになってきて、機能を追求した綺麗なものになってきてるというふうに思っておりまして、それはで車というのもやはり道具ですから、こっちの方にもそういうような流れは風は流れてくるんではないかということを感じております。なるほど、なるほど。顔がすっきりしてて気持ちいい。あ、そうですね。ありがとうございます。この角度から見ると非常に、なんていうのかな、最近のなんかこのランプ使って俺の方は顔が怖いだろうと、怖いもガセみたいになってて、バックミラー見るともうなんかさ、後ろから追われてみたいな感じ。追いかけられてる人。そうそうそう、これは可愛い。可愛いよね。ねえ、すっきり可愛い。ありがとうございます。最近のホンダはね、結構それでもシビックも大好きなんですけども、直線を結構重視してますね。そうですよ。はい、まさにもうこの車もですね、前から後ろまで1本な伸びる線、これをもう通すことによって。なるほど。これですね。この線がずっと本当まで全部通してるんですね。全部一本線で水平になってる。で、それでこれ下にメッキモールをずっと前から一周通しまして、それによって車をしっかりと大きく見せる、長く見せる、というふうにしております。なんかいろんな用途がありそうですよね。ちょっと後ろ見てみます。はい、ずっと流れ来て綺麗。ほらこれ、ここもそうですね。で、この後ろのテールランプも細めにしてますね。はい、まさにこれはですね、昔のステップワゴンを若干オマージュしているんですけれども、何が違うかというと、やはり昔というのはそこが太いんですね。そうですね、ランプですから。それに対してこれというのは LED の瞳孔、光を通すことによって、なるほど、はい、それによってこの細いテールライトというか、これを実現しております。すごくいいことですよね。今までのは太すぎるから
ブレーキで踏まれると後ろの人が眩しいよ。意外とね、意外と怖いんですよ。確かにブレーキ踏まれると止まるぞって感じしますもんね。そうそうそう、これ岡山からこんな感じですね。これは綺麗に見えると思います、後ろからでも。いや綺麗、いい、綺麗、いいですか。いや、いいですよ。入れてしまったもうさっきからね、そしてシンプルがベストって言ってますよ。いや、普通はシンプルにするとチャチークなんですよ。や、安っぽくなる。そうなんですよ。これはシンプルで安っぽくないもん。有坂さん、はい、気になるのはお値段なんですよ。よくありますよね。頑張る気になるのか。正直気になるのか。お値段はこれどれぐらいですか。笑ってごまかしてるんでしょう。笑ってごまかしてるんでしょう。ちょっとすいません、そこはまだね、おそらくですね、これね、ライバル会社のね、車もあるんで、多分ライバル会社のですね、で、トヨタとか日産の車で近いんで、そういう値段になると思いますね。なるほど、なるほど。あんまり高いのもいいからしね。でもそうですよね、みんなですよ。それ争いながらね。はい。有坂さん、はい、褒めてですね、いるばかりじゃなくてですね、はい、私どっか涼しいところがあるんですよ。何かですね、あの本田さんでですね、なんかこれ今テレビ見てる視聴者の皆さんにですね、だからプレゼントいただきたいんですよ。もしよければ。これは大変ですけれども、まあ、この際、この際ではですね、視聴者の皆様に。とっておきのプレゼントを差し上げることにいたしますので、ご期待。嬉しい、ありがとうございます。涼しい男ですね。急にカメラ向きになりましたからね。シビックタイプあるんですよ。これですよ、世界最速2リッターターボ、ちょっと教えてください。すごい、これ、これなんか秘密ですよね、まだね。あのあ、さん、さん、これ世界最速2リッターターボ SF。 もちろんです。そうですよね。これね、はい、ものすごくいいですよね。進化すごいです。あのね、中が直線ですよね、あの中の内装がすっきりと、車を運転するためにデザインされた。今日本の報道はすでに一番いい。ありがとうございます。私カブリも好きだったんですよ。ね、カブリが抜いたな。いや、だってこのタイプ R はもう別格ですよ。別格ね、はい、もちろんね。これ何が一番すごいんですか。教えてください。ルノー・プジョーをやっつけるために開発したのがシビックタイプ R ですよ。この名前は竹沼です。開発責任者。あー、竹沼さんは何の開発なんですか。タイプ R の全体の開発責任者、シビックタイプ R で、私現行もやって2台連続で。これいつの発売ですか。年内。おお、年内って、年内ってさ、何言ってんだよ。始まったもんじゃないですか。分かった分かった。何言ってんだよ。だと春とか秋とかあるじゃないですか。まだ言っちゃダメって言われてるんだ。言っちゃダメ、言っちゃダメ。大体、大体。分かりました。おお、そんな。で、楽しみにします。ありがとうございます。ありがとうございます。テリーさん、土屋さん。ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。